確認は済んだようだな。エースの弟を連れてけよい、全部。そいつの命は俺たちが守る。わかった。ルフィ君、気をしっかり持て。おい、あそこにいるの誰だ。ズハハハハ、久しいな。死に目に会えそうでよかったぜ、親父。黒ひげ海賊団。てめえだけは息子とは呼べねえな、ティーチ。俺の船のたった一つの鉄のルールを破り、お前は仲間を殺した。バカの命を取っては俺がけじめをつける。ぜははは、望むところだ。やってみやがれ。ウィーハハハハ。次から次へと。じゃがルフィ君を巻き込むわけにはいかん。麦わら屋をこっちへ預けろ。お前さん、何者じゃ。麦わら屋とは、いずれは敵だが悪縁も縁。こんなところで死なれてもつまらねえ。そいつをここから逃がす。一旦俺に預けろ。俺は医者だ。まだルフィ君の意識が戻らん。担いでそっちへ連れて行く。すぐに手当てが必要じゃ。それでいい、任せておけ。こっちだ。早く麦わら屋を運んでこい。さあ、なんで俺が麦わらを運ぶ羽目になってんだ。すまん、バカバカの。周りの敵をどうにかして進むんだ。あんたの時代を終わらせに来たんだぜ。ウェーハハハ。俺も行くぜ。わっと。わっと。よし、道が開けた。わっと。今のうちに進もう。バカの馬の骨だか知らねえか。あいつのとこまで逃がしゃいいんだよな。じゃあ、あっちの道から。で、おい、キザルがいるじゃねえか。じゃが、もう一つの道はかなり遠回り。どちらから進むべきか。ルフィ君の命がもたん。こちらから進むぞ。うわあ、そっちは機材がいるんだぞ。死にたくない。この力、末恐ろしい。
今は潰しておくか。この騎士や、あいつのところへは行かせねえよい。はよルフィ君を手当てしなければ。助けてほしいのは俺だバカ野郎。わっか、わしも本気を出さなきゃいけないかね。死にたくねえ。誰が相手じゃろうと、わったこの道押し通らせてもらう。わった進むぞ。はよ、わった。ルーキー D ルフィの追撃を開始する。どうにも敵が多すぎる。このままじゃ昼がなしぶりね。わった。わった。殲滅する。一人救えねえほどにな。わった家臣、軽率、お前の弱点だ。わった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 。わったまた足のことはいいから、さっさと逃げるのよ。任務再開。わしが逃がさん言うから、もう生きることは諦めんかい、バカタレが。バカいな、面白いな。あと少しだと言うに。作戦開始。キャプテンバギー、ジンベイ、渡さんかい。
ドラゴン殺し子逃げ切ってみせる。この手邪魔しよるの。今じゃ抜けるぞ。ようやくこの地獄ともおさらばだ。頂上越え。お前じゃねえんだ、ロジャーが待ってる男は。まだ生きてんのかよ。ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を立てとあいつらの炎が消えることはねえ。そしていつの日か全てを背負って世界に挑む者が現れる。興味はねえが、あの宝を見つけた時世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す、その日は必ず来る。ワンピースは実在する。さらばだ、息子たち。死んでやがる、たったまんま。白ひげ海賊団船長、大海賊エドワード・ニューゲート、通称白ひげ、マリンフォード頂上決戦にて死亡。さあ始めるぞ。見せてやるよ、最高のショー。黒ひげが出てきたぞ。おめえらに俺の力ってもんを見せておこう。これが俺の闇闇の実の力。そしてあの構え。親父の能力。全てを無に返す闇の引力。全てを破壊する地震の力。俺こそが最強だ。この世界の未来は決まった。そう、ここから先は俺の時代だ。痛快な能力だ。力が体の中から湧き上がってきやがる。最強の力を手に入れた俺を止めてみやがれ。一方の奴に目をつけられた。奴を倒さねば逃げられんか。しても無駄だ。全員沈めてやる。やっ
奴の生み出した闇に触れてはいかん。避ければ命を削られるぞ。わっと、おめえらごとこのマリンフォードを沈めてやろうか。これからおめえらごとはいらねえ。海兵は海軍にはいらん。痛い痛いことを言わない。よくやった若い海兵。お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くこの世界の運命を大きく変えた。なんでここに四皇が。赤髪のシャンクスだ。この戦争を終わらせに来た。バギー、そいつをルフィに。麦わら、お前にあげたい宝の地図があるんだ。本当か。おい待ってろ、届ける。まだ暴れ足りねえ奴がいるのなら来い。俺たちが相手をしてやる。どうだティーチ。いや黒ひげ。ぜやめとこう。まだ時期が早い。全員この場は俺の顔を立ててもらおう。戦争は終わりだ。後にマリンフォード頂上戦争と呼ばれる史上空前の戦いは、シャンクス率いる赤髪海賊団の仲裁によってその幕を閉じた。瀕死の重傷を負ったルフィはハンコックにかくまわれ一命を取り留め、だが
エースを救えなかったことで自責の念に苛まれ自暴自棄に陥っていた。何が海賊王だ。俺は弱い。何一つ守れねえ。見かねたジンベエは力ずくでルフィを諭す。ルフィ、失ったものばかり数えるな。ないものはない。確認せえ。お前にまだ残っているものは何じゃ。仲間がいるよ。大切な仲間の存在を再確認したルフィは集合場所であるシャボンディ諸島に向かおうとする。そこへ妙ヶ島に訪れたレイリーと遭遇。彼の言葉を受けルフィは自分たちの身に起きたことを改めて振り返る。私から提案がある。乗るかそるかはもちろん君が決めろ。しばし後レイリーの提案を承諾したルフィはシャボンディ諸島へ向かわずジンベエと共にとある行動を決行する。麦わらのルフィが生きていた。また海軍本部に乗り込んだんだって。一体何が目的でこんなことを。ああ、そうか、分かったぞ。了解。そうか、ルフィ。分かった、分かったぞルフィ。人の気も知らないで勝手なんだから。なるほど。ああ、そういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後。立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。世界各地に飛ばされていた仲間たちはルフィのメッセージを受け取り、おのおの力をつけた後再集結することを心に誓った。2年後に